私と旅人でそれぞれ作ったよ。温かいうちに食べよっか。それじゃあいただきます。これがあのレシピの味なのね。失礼したわ。シャンリン、旅人、これを作ってくれてありがとう。私が望んでた味だわ。とても美味しい。しかも不思議な感じがする。祖父と過ごした日々に戻ったみたい。本当によかった。さっき言いそびれたけど、実は師匠がレシピを解読してくれた時にこの料理の作り方をすでに知っていることに気づいたの。作り方を知っていたっていうことは、レシピがなくても作れたのか？うん、昔お父さんに作り方を教えてもらったんだ。でもこの料理は国生のおじいちゃんの手記にあったものじゃないのか？この料理だけど、私が思うにおそらく祖父が考案したものではないと思うわ。私の祖父はリーウェの不動産業界でも有名な重鎮だったの。それと同時に学者でもあったわ。古書を収集するのが好きで、失われたリーウェの伝統文化にも知見があった。幼い頃の私はよく祖父の書斎で本を読んでいたわ。さまざまな本を読み、元王帝君が実在するのかどうか話し合ってた。果たしてそれらの古書にどれだけの信憑性があるのかはわからないけど、祖父はこう言ってたわ。本は私たちを歴史に導く架け橋に過ぎない。国政のその疑問は我々子孫が追い求め見極めるべきだ。祖父が亡くなった後、私は成長して七聖の一員となった。それ以来元王帝君に対する見解も伝説から本物へと変わったわ。元王帝君の名は私にとって祖父の思い出とつながってる。元王帝君の名を見るとよく祖父のことを思い出すの。そして書斎にあった手記のことも。このレシピは祖父の手記から書き写したもので、あの人が蘇らせたかった古き時代の料理。ただ残念ながらあの頃はレシピが不完全だったから完成することはなかったけど、祖父はこの料理の試作品を作るたび私に食べさせてくれた。本当に懐かしい。あの頃食べていた味に似てるわ。古き時代の料理？この蒸しまんじゅう、そんなに長い歴史があるのか？私のお父さんは、そのまたお父さんから教えてもらったんだって。この料理は、私の家に代々伝わってるらしいよ。うちでは、ピリ辛蒸しまんじゅうって呼んでるんだ。家庭でも作りやすいし、持ち運びもしやすいから、特に旅先で食べるのにぴったりなんだよ。グオパーを見てたら思い出しちゃった。グオパーと初めて会った日に作っていた料理もこのピリ辛蒸しまんじゅうだったの。
グオパーと初めて会った日？うん、私とグオパーはある洞窟で出会ったの。その日、洞窟で雨宿りしてたら、そこに祭壇があるのを見つけて、ピリ辛蒸しまんじゅうをお供えしたんだ。その後、うっかり寝ちゃったんだけど、目が覚めたらグオパーがピリ辛蒸しまんじゅうを全部食べちゃっててね。それ以来、この子はずっと私についてきて、今では私の家族になってるの。おい、おしゃべりに夢中になってたら石を見ろ。爆発した。これは。蒸しまんじゅうはもう食べたようじゃな。師匠、ピンバーヤ、見ろよ、この心臓まるでグーパーみたいだぞ。あ、そうじゃ。何せグーパーこそが子供たちの探していたかまどの魔人なのじゃからの。グオパーが魔人？あれ、にぎやかさがかまど神をよみがえらせる鍵となるかどうか、わしに聞いたじゃろ。あれの答えはゼでもあり、火でもある。かまど神は民を思い、そして人々の願いを叶えるため身を粉にしてきた神。この神にとって心の願いと心血は別物なのじゃ。心血とは技術、才能、経験のこと。しかし心の願いこそが人々の胸の奥底にある最も純粋な力なんじゃ。料理王決定戦は見事じゃったが、そこに注がれた心血は願いを上回っていた。心血だけでは深い眠りについたかまど神をよみがえらせることはできぬ。じゃが国政があの料理を食べたとき、心の中の願いが満たされたのじゃ。そして求めていた答えだけでなく、大切な祖父との思い出もよみがえった。その願いが叶ったときに湧き上がった大きな力が、かまど神の心臓と共鳴し、かつての姿となって地上に現れたのじゃ。当然かまど神そのものは心臓の中にいなかった。皆のそばにいたのじゃからな。あ、全盛期だった頃の自分の心臓を見た感想はどうじゃ。見事な威風堂々とした姿じゃろう。全盛期？あ、ちょっと待って、グオパーに何があったの？もしかして今のグオパーは昔と違うの？かつてこの者はリーユエの大地の守護神じゃった。今はシャンリンのグオパーじゃがの。過去に持っていた知恵と力は全てこの大地に捧げられておる。
魔人が力を大地に捧げる、そういった伝説は聞いたことがあるわ。でも一体どうやって？大地が直面してきた危難や試練は子供たちの想像をはるかに超えるものじゃ。大干ばつ、洪水、豪雨、暴風、地震、津波、火災、病。リーゆえの地から災害が完全に消え失せることはなかった。過去に現れなかった災害も後になって生まれてくる。その影響を最も受けたのが仙人の肉体を持たない凡人だったのじゃ。かまど神はかつて人々と不毛の平原を越えて港へと訪れ、家を建て火を起こした。リーゆえに最初の光を灯したのも、幾千もの家々に料理の香りを漂わせたのもかまど神じゃった。人々はすでにかの者のことを忘れてしまった。じゃがかまど神が存在した時代、人々にとって最も大切な仙人だったんじゃよ。かまど神の魔人マルコシアスは石の摩擦の火花から誕生した。ろ過と民生を司る民に愛される魔人じゃった。千年前、人々は平野に集落を作り、そこをキリシュと名付けた。かまど神は幾千もの体に分かれると人々に食と団らんをもたらしたのじゃ。じゃがある日、洪水が故郷を奪ってしまう。人々は南下し、リーゆえ港へと逃げた。その旅は嵐に見舞われ、数十日間にも及んだ。そしてかまど神はある料理を作り出したのじゃ。寒さをしのげ、持ち運びに優れた料理を。それから数百年の間、大地は災害と疫病に見舞われた。かまど神はそれらを鎮めるため、力を大地へと捧げたのじゃ。力を使い果たしたかまど神は知能が下がり、別れる時には人よりも小さくなっておった。そして幸福をもたらす料理とろ過の神王を帝君とわしに告げると、長い眠りについた。再び目が覚めた時、少女の作ったピリ辛蒸しまんじゅうを食べ、その味に懐かしさを覚えて、共にあることを決めたのじゃ。かまど神が姿を消した後、露店で物を売る人、料理をする人と日常が戻った。かつてのリーゆえのようにも。天地の恵みにより、雨と風の祝福を受け、山海が歓喜する。星が巡り、世は遷移したが、世界の本質は変わらない。名を馳せようと触光を頼りに進むのは大事なことよ。
今昔の諸事は激動に流され、新たな才が現れた。食とは人にとって気持ちを高めるもの。なぜなら食べるということは至上の霊気をいただくものであり、飲むということは天地の聖水をいただくものじゃから。同時にそれは最も重要なことでもある。人は生きていく以上、空腹を満たさなければ力が出ない。そして食べるということには、大きいものから小さいものまで様々とある。小さいものとは、米一握りを食し、岩に流れる水を飲み、腹を満たすこと。大きいものとは、月と星の甘露を壺で飲み、千年の道を導くこと。うるき友よ、あなたが眠っている間、リーユエはすっかりとにぎわい、美しくなった。嬉しいかのう。クオッパ、こんなに大事なこと、なんで教えてくれなかったの？ねえ、もう昔のグオパーじゃないんだ。話すこともできないから伝えられなかったんだろう。グオパー、来なかったら。シャンリン、シャンリン、悲しむ必要はない。何事にも裏表がある。グオパーはかつての知性を失ったが、悩みのない生活を暮らせるようになった。この世で全ての悩みから解放されたものなどおらん。わしらは知恵と心を持っているゆえ、自然と様々なものに惑わされる。そしてかまど神は知恵と勇を併せ持っておった。前線で戦ってきた分、今は休ませてやろう。こうして何のしがらみもないのは休めている証じゃ。この子をもっと大切に。一緒に旅をして、さまざまなものを食べ、世界を回ってあげなさい。うん、必ずそうする。シャンリンは仙人と縁があるのね。グオパーもシャンリンを認めてるんだわ。長い眠りから覚めた瞬間、ピリ辛蒸しまんじゅうという懐かしい味と再会させてくれた。いくら時が経とうとも、グオパーは自分が考えた料理を覚えていた。そしてシャンリンが再現して作った料理を認めた。そうじゃ、故郷の料理を食べれば故郷を思い出すことができる。昔のことを思い出せなくとも、グオパーは自分の料理を食べたことで懐かしさを覚えた。じゃからこそシャンリンについていったのじゃ。かまど神に初めて純粋な食の喜びを感じさせたのはシャンリンなのかもしれないわね。シャンリンって本当にすごい料理人だわ。うん、そうだといいな。お客様に笑顔を届けることが私たち料理人の使命だから。さて、時間も遅くなっちゃったわね。私は他に用事があるから先に失礼するわ。
旅人、パイモン、シャンリン、ありがとう。また時間があるときに君たちに会いに行くわ。お父さんはもう知ってるかもしれないけど、このことを帰って教えてあげなきゃ。師匠も久しぶりにうちでご飯を食べない？お父さんは師匠のことをよく心配してるの。師匠を家に呼びたいっていつも言ってるんだ。そうじゃったか。ならお言葉に甘えてご相伴に預かろうかの。さあこの古い道をゆっくりと進むんじゃ。山を降りてリーゆえの皆の様子を見てみるといい。